どうもこんにちは、たかひろです。今回はこの寒い冬の時期におすすめの東京ディズニーシーで飲める温かいスープをまとめて紹介させていただきます。どれも美味しいものばかりなので、ぜひ最後まで見ていただき、気になったものを実際に行かれた際に飲んでみてください。また概要欄にチャプター付きで今回紹介するスープをすべて載せているので、こちらから気になったものだけを見ていただいても結構です。そして今回も各レストランの現在の営業時間を記載していますが、時期によっても異なりますので、当日行かれた際にも必ずご確認をお願いします。今後パークへ行かれる方の参考に少しでもなれば幸いです。まず最初にやってきたのは、パンなどを扱うマンマビスコッティーズベーカリーです。こちらでいただくのはコーンチャウダー360円です。いわゆる王道のコーンスープで、とろみが結構強く、具材はコーンだけではなく人参や玉ねぎなどが結構たくさん入ってます。なので、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、飲むというより食べるという表現でもいいじゃないかっていうぐらい、スープの割にボリュームもあります。誰もが知ってる安定のコーンスープの味なので、なんか安心する味がします。朝食のパンのお供にもぜひ利用してみてください。で、あとはこの後紹介するスープの中でも結構似たような名前のスープもあるのですが、味は若干違ったりするので、そういった違いなども交えながら紹介していきたいと思います。続いてやってきたのはザンビーニブラザーズリストランテです。こちらでいただくのはミネストローネチーズクルトン添え370円です。ザンビのミネストローネは個人的にすごく好きで、何度か動画内でも紹介させていただいているのですが、今回も改めて紹介させていただきます。こちらのミネストローネはもうとにかく野菜の旨味が溶け込んでいて、かなりドロッドロに仕上がってます。細かく刻んだキャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、人参が大量に入っていて、ボリュームがすごいです。かなり濃厚で味も濃いめなので、ミッキー型のチーズクルトンを合間でサクッと食べたりするのもいいと思うのですが、個人的にはこのクルトンもミネストローネでひたひたにして食べるのが好きで、すぐに沈めちゃいます。酸味も結構効いていて、トマト感が強めなので、割と本格的な味なのかなと思います。とてもおすすめなので、ぜひ飲んでみてください。続いてやってきたのはセバスチャンのカリプソキッチンです。こちらでいただくのはシーフードチャウダー370円です。エビ、アサリ、人参などが入っていて、シーフードの旨味がたっぷりのスープです。具材一つ一つは結構大きく、スープのとろみは少し強めです。こちらもミッキーシェイプのクルトンがついていて、スープによく合います。カリプソキッチンは魚の照明が上に浮いていたり、雰囲気がすごく好きなので、レストランとしてもおすすめです。シーフード好きの方はぜひ飲みに行ってみてください。続いてやってきたのはユカタンベースキャンプグリルです。こちらで紹介するのはベジタブルとベーコンのクリームスープ320円です。で、今回紹介するスープの中では、これが個人的には一番好みでした。人参や玉ねぎなどの野菜もたっぷりで、今回唯一キノコも具材に入っています。そしてさらにベーコンも入っているので、満足度が高いです。クリームスープなのですが、そこまで濃厚ではなく、比較的サラッとしていて、コンソメっぽさもあり、飲んでいて飽きない味わいです。休憩で訪れた際にもうこれだけ飲んで温まるのもいいですし、金額的にも今回一番お安い価格帯なので、お昼にセットと一緒にこちらも注文してもいいかなと思います。かなりおすすめなので、気になった方はぜひ飲んでみてください。続いてやってきたのは、ケープコットクックオフです。こちらでいただくのはニューイングランドシーフードチャウダー370円です。で、先ほどカリプソキッチンでいただいたのはシーフードチャウダーで370円だったのですが、ニューイングランドが名前についているかいないかで値段も一緒なので、まあ、何が違うのかなと思ったのですが、実際に飲んでみたところ少しだけ違いました。わかりやすいところで言うと、先ほどのチャウダーにはエビが入っていたのに対して、こちらは入っていませんでした。そしてこちらはホタテが入っていたのですが、先ほどの方には多分入っていなかったかなと思います。
入ってたらすいません。その他は具材はアサリ、人参、ジャガイモとそこまで違いはないですが、具材の量は若干こちらの方が少なく感じました。スープ自体は正直違いはあまり感じませんでしたので、具材の違いなのかなと思います。金額は同じなので、具材のボリュームを考えると個人的にはカリプソキッチンの方がおすすめなのかなと思います。まあ、ただエビアレルギーの方はご注意ください。気になった方はぜひ飲んでみていただけたらと思います。続いてやってきたのはドッグサイドダイナーです。こちらでいただくのはコーンスープ350円です。先ほどのまんまビスコッティーズベーカリーでいただいたのはコーンチャウダー360円で、見た目も価格も異なります。表面が少し白っぽくなっていて、まんまのよりもクリーミーで若干甘みを感じました。またまんまはいろいろと具材も入っていましたが、こちらは一切入っておらず、本当にスープのみを味わうといった感じになってます。なんかすごく主観になってしまうんですけど、まんまの方が割と王道なコーンスープの味で、こちらはちょっとおしゃれな感じというか、なんか上品な味わいかなと思いました。どっちが好きかは人によってかなり分かれる気がしました。ぜひ両方飲んでみて飲み比べしてみてください。続いてやってきたのはニューヨークデリです。こちらでいただくのはチキンとベジタブルのスープ320円です。ユカタンベースキャンプグリルのベジタブルとベーコンのクリームスープと同じく320円で一番お安い価格帯になってます。とにかくもうこのスープは優しい味わいで、多分みんな好きだと思います。今はあるかわからないのですが、以前クリスタルパルスレストランでよく飲んでいたベジタブルスープと同じものかなと思います。玉ねぎ、キャベツ、人参と少しだけチキンが入ってます。コンソメベースのスープで昔ながらの優しい味わいになってます。具材は細かいですが結構たくさん入っているのでとても満足できました。レストランは入り口に近く店内席が多いので、夜帰る前の寒い時間帯にここでスープでも飲んでほっと一息ついて軽く休憩してから帰るのもいいなと思いました。おすすめなのでぜひ飲んでみてください。ということで、東京ディズニーシーの温かいスープをまとめて紹介させていただきました。で、あとはミネストローネを紹介したザンビーニブラザーズリストランテで、昨年12月26日からエビとムール貝のトマトスープ600円が販売されており、こちらがまだ飲めていないので次行った時に飲んでこようかなと思います。もしもう飲んだよって方いましたら、ぜひコメントで感想を教えてください。すごく気になってます。おそらくこれ以外は今回紹介したものがパーク内でお手軽に飲める紙皿提供のスープは全てかなと思います。皆さんはどのスープが一番気になりましたか？ぜひコメントで教えてください。ということで、今回の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画もしよかったら高評価、コメント、そしてチャンネル登録をお願いします。またツイッターやインスタグラムもやっていますので、よろしければぜひフォローをお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。